先攻阿修羅高校イブ8小節4本です。この試合で新潟の代表決まります。いきましょう、レディーファイト。ただラップが臭くてユースの中でもじっとずっと一人の霧の中で家庭もめちゃくちゃだ。確かに間違いねえ、だけどステップくっつかいつかつかいねえ、8回経って間違いないぜ。始めますだよな、はじけたくて来たんだよな。イブもっと俺に心をぶつけてきやがる。じゃねえと俺には勝てねえぞ。俺に勝てない。それよりも今俺は自分自身を超えたくて、今までやっと準決だった、それでもやっとこの決勝まで来れたんだよ。俺だって家庭だってめちゃくちゃだ、父親もどっかに飛んじまった。けれどそれでも勝ち上がれる、絶対一発それが分かるか。よ、母子家庭の中俺も一人きりでやってた。姉が一人いるんだ、だけど茨城に行っちまったんだ。家庭もめちゃくちゃで今日家に引き払うことになっちまって、俺も茨城行かねえといけなくなって、だけどどうしようもね、ラップがして、ただこれだけがあれば俺の人生十分なんで。仕事なんかどうだっていいわ、ヒップホップできれば俺たちはどうだっていいよな。確かにそう、それはわかる。ヒップホップ音楽それができれば一番いい、けどそれをするのが難しいから、こうやってお金を払ってマイクを握ってるこの状態、このステージ別に高いわけではないが、そのダンサーを超えるためのメイレット、超えるため、超えなきゃなんねえ壁、俺にだってあるしお前にだってあるはずだよな。よ、 B-boy でありアーティストである、それ以前に俺たちは人間なんだよな。だからよ、分からせねえといけねえんだよ。分かるやつには分かるんじゃなくても分からせて、ナップの日本それをちゃんと教えるこの日本語で、アバーシュレ覚えとけ。もう分かってるよ、キング、あなたがアシュラさんだってことは俺がイブだ、それを証明するためにマイク俺に光っている青の照明、それだけだ、お前自身それをこの場所に表現するだけの話、表面上のことなんか言わない、真相真理そこまで行くぜ。ハイケー、15歳の俺、今お前は KOK 新潟予選でジャンプ取るかもしんねえぞ。青の少年、青の少年、言ってやりて、俺という過去の少年に出会ったら何を言うのかな、分からない、だけど出会い分かれある中ででかい流れに乗るだけ、俺はいつもの通りヒップホップ不可能を可能にする新潟人じゃ。俺なんて不可能しかねえ、やれることなんて片手でも数えられるぐらい、そんなことしかないけどそれ一つにやってる、ゲー六角形のパラメーターは尖りまくって本当にしょうもねえ、だけど俺の鉛筆と一緒、尖った生徒で自分を演じる。終了。それではジャッジに入ります。先攻阿修羅高校イブ、リングオブキングス2022新潟予選、見事優勝はアシュラー、三浦さんやりましたよ。さあ、そして皆さん、まずはこの決勝、みんなも、素晴らしい戦いで熱い込み上げるものがありました。皆さん、イブに大きな拍手を。イブ、まず皆さんに言うことがあればぜひ伝えてください。この決勝まで残ったイブ、ぜひ。まあ、結構今日ちゃんと本気で優勝を取りに来ていて、優勝を取れなくてちょっと残念なんですけど、まだ頑張ります、ここからいろいろと。で、ちょっと告知になっちゃうんですけど、9月の18日に、セブンっていうところで、クラブセブンっていう新潟のところで、ネクストゲート MC バトルっていう、バトルのイベント、ライブのイベントがあります。ゲストの方では関西からバトルとかタップとかよくしたらテルさんが来てくれるので、それとキッティさんも来てくれるので、もし時間がある方はぜひ遊びに来てください。イブでした、ありがとうございました。さあ、それではですね、見事優勝したアシュラに、表彰させていただきます。キングオブキングス2022新潟予選代表アシュラ様、あなたはキングオブキングス2022東日本大会への出場権を勝ち取りました。東日本大会は202211月26日渋谷ハーレムにて行われ、上位3名が決勝大会へと進出することになります。この度は東日本大会進出、誠におめでとうございます。そして最初にも言いましたが、
新潟の、まずは新潟の代表ゲットした賞には賞金3万円も贈呈されます。そう、ウィニングラップいきましょうよ。 KOK 東日本予選めちゃくちゃオファーをもらって、だけどそれでやっぱり2回戦とかで何度も何度も負けたけど、だけどその分今こうやって新潟を背負ってやれることにまずはお前らにリスペクト、もう噛みまくりだよ、もうどうしようもねえよ、嬉しすぎだよ、だけどグッダメ KOK まずはリスペクト、どうしようもねえんだよ、周りはよめちゃくちゃ頑張って成功してるのにもかかわらず俺は一人きり一体何やってんだろうって考えてた、頭の中もうわけわかんなくなって死のうとした、だけどそれでも今っていうものがあるからこそ俺はその今を未来につなげて見せてやるよ、ナタデココまたバック DJ やってくれよな、新潟を絶対に忘れやしねえよ、来月から俺も関東に住んで、それでまた新潟の底上げまたステップアップ、いつも通り俺らしさを出すため、レジスタンスよりクレジスタンスを出すぜ、フリースタイル FRE 自由だから自由にやっていいだろうお前ら、まずはマスターさん、そして KOK にリスペクト、グッズダメもありがとうございました。アシュラに大きな拍手をお願いします。